さあ始まりました、リーダーの身だしなみのお時間です。この番組では身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りします。この番組では様々な業界からゲストをお呼びして知られざる業界話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを行います。さらにはゲストの方に服装で気をつけていることや身だしなみについてのこだわりなども聞いていけたらと思います。これを聞けばあなたの明日からの身だしなみが変わるかもしれない、そんな番組にしていきたいと思います。この番組ではリスナーの皆様からご意見ご感想を募集しております。放送にも少し慣れてきたのでご意見をいただければ励みになりますし、さらにいい番組を意識していけたらと思います。メールは 797@fmgino1.com までお待ちしております。パーソナリティは私マージンのビジネスコーディネーター小川邦子が担当いたします。それでは CM の後本日のゲストを紹介いたします。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。おいしいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。はい、リーダーの身だしなみ始まりました。本日のゲストはこのお二方です。自己紹介お願いいたします。はい、はじめまして、SE 兼 LQ 恋愛カウンセラーをやっている沢口隼人と言います。よろしくお願いします。お願いします。はい、LQ 恋愛カウンセラーをやらせてもらってる、ニックネームでヒロと呼んでください。よろしくお願いします。LQ 恋愛カウンセラー。そうですね。でよろしいですか。はい。恋愛カウンセラーということで、すごく興味深い内容なんです。ああ、ありがとうございます。まずどういったことをやられてるんですか。じゃあ沢口さん。はい。自分たちは、まあ、こういう恋人が欲しいっていう人たちの、はい、まあ、縁結びだったりとか、はい、まあ、その 恋を成就させるためのサポートをさせていただいています、うん、はい、そのために、まあ、カウンセリングと、パーティーを切り合わせてもらっています、はい、マンツーのカウンセリングとパーティーと、はい、そうですね、あと最近でき4月3日にできたばっかりなんですけど、はい、キスコンっていうマッチングサイト、キスコン、はい、がオープンしまして、そちら、まあ、よくある、ね、まあ、出会い系のサイトなんですけど、はい、そちらでマッチングした、人たちのメッセージのやり取りのサポートを今後させてもらう予定です。ヒロさんも同じよ、あ、似て、まあ、同じことをやっております。まずどういう経緯で恋愛カウンセリングカウンセラーになろうという思いになったんですか。フリートークな感じで、はい、あ、こっからですか、はい、どうですか。確かに元ナンバーワンの歌舞伎町ホストの阿鼻子大地さんという方に、阿鼻子大地、阿鼻子大地と、阿鼻子大地いう人がたまたま渋谷でバーをやって、そこに僕がたまたま行きつき、常連になり、あ、知らずに行ったらそこがホストナンバーワンの人がやってる、はい、バーで、バーで、それでその方が、まあ、女性とどう話すかとかそういうことを教えてくれてるということを、まあ、聞きつけというか、まあ、基本にはその彼のところで一回合コンしたんですけども、そこで阿鼻子さん主催、主催というかそこの場所を貸してもらって、はいはい、に一回ありがとうございましたと言った際に、今日どうだったかと言われた時に、話し方が良かったですと反省した時によく頼ってくれというところで彼のところに通うところになりまして。実は沢口さんも同じような流れですか。あ、僕はもともと全然恋愛がダメで、はいはいはい、まあ、どうにかして、まあ、恋人作りたいと、うん、いうところで、思うところですね、あ、はい、いろいろネットで調べたんですけど、まあなんかよくわかんないし、その経験って言ってもなんか実績がないから自信もないみたいな、
いう状態で、あのたまたまそのコリュパで、うん、なんか男性コリュパっていうのは交流パーティー、あ、コリュパっていうサイトがあるんですよ。サイトがあるんです、はい、はい、そこであの男性用の恋愛スクールをやってますっていう、なんか広告を見て、あ、1000円なんだ、あ、じゃあ行ってみようかなみたいな。どういう内容が1000円だったんですか、その男性専門の恋愛スクールの、まあ、講義の一部を切り取ったような講義内容を、まあ、話しますよと。かいつまんで1000円で面白いですね、はい、それがきっかけで、それがきっかけで、あ、ここで学びたいなと思ってそこで学ばせてもらって、それで、まあ、その人が、うん、まあ、その LQ 恋愛カウンセラーという資格を発行したので、あ、もうあるんですね、そういうのが。あ、そうですね、はい、LQ 恋愛カウンセラー、さっきちょっとだけ始まる前にも聞いたんですけど、はい、沢口さんに聞いたんですけど、 LQ っていうのはさ、 IQ の恋愛バージョン、そうですね、恋愛指数っていう言い方していいんですか。あ、そうです、日本語に訳すとおそらくそうですね、あんまり強いけど、 LQ が高ければ、まあ、女性とのこうやり取りも上手になっていくという、はい、認識でいいんですか、ね、そうですね、はい、それは数値で表すんですか、100とか120とかそういう感じですか。あ、そうです、診断、まあ、心理学に基づいた診断がありまして、そちらを受けてもらえると指数が出ます。なるほど、はい、実際にこう活動しているわけですか、今は。そうですね、活動しています、はい、実際にじゃあ相手と対してこうアドバイスなんかもしてくる、しているわけですか、今。そうです、そんな感じですね。実際どういう、じゃ、男性の方が来られるんですか。僕は、今まで受けた男性っていうと、まあ本当になんか草食系みたいな人と、あと年上の女性にアプローチしたいんですけど、その人が年下、相手にされないからどうしようみたいな、そういった悩みを聞いてます。ヒロさんも、そう、あ、どうぞ。あ、大丈夫です、はい。一度、はい、我々が開催したパーティーの中で相談してもらった内容がありまして、そちらが一つ顕著だったんですけども、はい、ある30代の女性の方がいらっしゃったんですね。あ、男性専用、だから女性も来る。そのスクールではなくてカウンセラーとしての話なんですけども、はい、パーティーを開催した際に一応カウンセラーの話聞いてくれということで、一つあったのは恋人が欲しいけど、なんかいい男もいないと、うん、でも活動もしたいと、うん、みたいな形で、まあ、正直なところあれがいい、あれがダメだとか言って悶々としてるけども、まあ、何もしないみたいな、うん、いうところがありまして、そういうところがなんか一番なんか、なんか覚えている相談でしたね。どういう友達、なんか彼氏が欲しいけど全然できない、いや、それのためにどういった対策をしてますかと言った際に、友達に誘われればみたいな感じで、ある種他人が丸々してくれたとかそういうところで動いていて、どちらかというと自分はこうしたい意欲がないところが結構印象的でしたね。積極的になる気はないけど受け身で来てくれみたいな。そう、個人的な印象として、こういうと偏見かもしれないですけど、まあ社会通念として男性は女性に対してアプローチは積極的であるべき、女性は逆に受動的であるべきっていう、まあ固定観念というか社会性あると思うんですけども、ありますね。いや、我々なんか男性としてのプレイヤーとしてはそういうのを守んなきゃいけないけれども、うん、逆に本来どうあるべきかとか言ってたら別にそれはまた別だと思うんですね、うん、さらに女性の立場に立った場合はなんかそういったことは特にメリットはないわけで、うん、幻想だというところで、逆に男性がされて嬉しいことは女性がそれなりに連絡してきたら嬉しいとかいう感情はあると思うんですけども、なんていうか変な呪縛が逃れてどういったメリットあるのかって考えをすることが我々の存在価値なのかなと考えております。その女性から積極的になった方がいいよっていう背中を押したりもじゃあするんですか。もうなんか選択肢の一つとしてありなのかなと。やっぱ装飾系ってうまくいかないですか。いや、やり方次第次第、はい、もともと自分も装飾系だったので、はいはいはい
今は肉食系に変わっていったっていう感じ。まあそうですね言ってしまえば、はいはいはい、でその以前の自分と今の自分ってどういう風に変わってきましたか。そうですね、まあなんか自信がつきましたね、とりあえず。はい、まあなんかそのまあ全部を知ったっていうつもりじゃない、言うつもりはないですけど、なんか女性を知ったみたいな。ちょっとそれすごい聞きたいですねなんか話せますか、女性を知るっていう。結構僕合コンとか月に1回ぐらい行ってたんですよ。はい、1年前ぐらいですね。はい、2年前から1年間ぐらい月に2回ぐらい合コン行ってて、で、まあ、いいなって思う女の子合コンに大体1人ぐらい僕いるんですよ。はい、それで、まあ、連絡取るじゃないですか。最初こうノリノリで行くんですけど、はい、ご飯行くじゃないですか。その後、まあ、もう一回ご飯行こうかな、はい、で急に連絡来なくなったり、あーデート行こうってなったらなんか忙しくなったりっていう今までのテンポよく返した LINE が急に返ってこなくなったり、そういうのって女性何を考えてるのかなと思って、熱が冷めた。ちょっと話を端的に聞いた感じだと熱が冷めたんじゃないか。熱が冷めた、はい、はい、その場は楽しくやりたかったっていうだけで、その後はまあなんか仕事があるのか、なんかでその熱はその時だけでいいみたいな、また味わいたいって思わなかったから冷めてしまった。また会いたいと思わせられなかったってことだ。そうですね、はい、すごく分かりやすいですね変な話なんですけども、例えば会社とかだったら権力で人を縛ることができるんですよ。上司が部下に対して命令するとか、いったところで何かの縛りができるとかいうものがあると。例えば警察だったら逮捕とかいう暴力で縛りできる。ただ男女関係だとか、あるいは恋愛というものだったら、はい、縛るものって何だろうと、一旦魅力ぐらいしかなくて、なるほど、言ってしまえばあらゆる力というものの中でなんか制約条件が非常に取っ払われて、人と人として向き合うものでしか縛れないという点で非常に難しいのかなと考えてますね。確かに魅力で縛る、まあ、すごいいいあのなんていうんですかね、ストレートですけど確かにその通りですよね。はい、魅力って何かって言われたら結構難しくて、自分でも分かっていないようなものなんですけども、言ってしまえばその人と次にまた会ってもらいたいかとか、はい、行ったとこに行き着くのかなと思ってますね。次に会ってもらいたいと思わせるためにどういうことしたらいいのかってありますか。いや、なんかいろいろあると思うんですけども、結局お互いがどういう人間であって、かつなんですかね、どういった未来を描けるかっていうイメージができたら会えるんじゃないかなと思ってますね。イメージなんじゃないかな。それってでもこうそういう話に行き着くまでにも行けなかったりもするパターンってあるじゃないですか。はい、第一印象もだったりするのかなと思ったんですけど。あ、第一印象も今私が言ったところと、まあ、ニュアンスは一緒で、なんか第一印象でこの人はこういう人間である、だから次に会いたくないと思った時点で、なんか将来のことを想像しておそらく女性は切っていると。あ、将来がない人とは。そうなんですよ。おそらく人間って不思議で、はい、なんか他の動物違う、他の動物だったら現在だけ来てるんですけど、過去だとかあるいは未来を同時に見てるということで、ね、はい、そう、そこって人間が人間たるゆえんだと私は思うんですけども、正直なところそこの振る舞いで未来見てるんじゃないかな、想像というか。だから第一印象は大切って言われるのかなと。そうですね、おはよう、なんかこんばんはっていう時点でもその時点で切ってる人も切ってますから、はい、ないなと、ないなという感じで、まあなんか別の人が目の前にいたらなんか別の席に移動して気になる人も寄るみたいな、っていうのも普通になります。なるほど。上手なんだ、例えばかっこいい人もいてかっこよくない人もいたりしたら、はい、できることってどういうことなんですか。
最初の第一印象、第一印象についてだと、なんかいわゆる第一印象とか気にするときって大体なんか、なんかマッチングアプリとかだったら1対1あると思うんですけど、うん、基本的に言って合コンとかマチコンとか、うん、なんだかんだ他の人が一緒にやる画面で会うことって割と多いと思うんですね。そうですね、立ち寄り方は僕はそうだと思ってるんですけども、うんうん、その際に他の人と比べてなんかこの人って優れてるなっていうのを直感的に見てもらう、うん、ってところが大きいんじゃないかなと思ってます、ね、なんか差別化というかなんていうか、この人は他の人に比べて面白いだとか、うん、あるいは逆に落ち着いてるとか、でなんか他の人と違うっていう何かがあったらなんかワンの偶然じゃなくてオンリーワイなんじゃないかなと思ってます。うん、どうですか。まあ、そうですね、まあ、それももちろん大切なんですけど、自分は、まあ、その合コンっていう場だったらやっぱ仲間意識が大事だと思ってます。全体それとも男は男は男で全員でその合コンを盛り上げようっていう気持ちが、あ、なるほど、大事だと思ってて、まあ、なんかありますわそれ、はい、あ、僕はこの子しかいないからじゃああとはいいや、話さなくていいやじゃなくて、いや、みんなでそのこの子にアプローチするために今日は盛り上げようっていう気持ちが、それは大事ですね、はい、これなんかよく知らない人とかで行くと、うん、なんか分かってないんで分からない人が多くて、うん、それでなんか失敗しちゃうケースとかよく聞きますね。なんか関係ないかもしれないですけど、グループ面接みたいですね。ああ、なるほど。あの入社の時の、はいはい、なんか、まあ、人のせいにする時点で弱いのかもしれないですけど、はいはい、6人グループで話し合って一つの話題を決めて答え出してくださいって時に、はい、だから誰がタイムキーパーやってリーダーやってあるじゃないですか、はい、僕もそんな経験して何社か受けたうちグループで落ちたの2社だけだったんですけど、はい、その時は自分は やれてたと思ってるんですけど、はい、その中に1人発表2分って言われてるのに5分やったりとか、はい、そうです、もう足引っ張り合っちゃったななんて思うんですけど、まさにそんな感じかもしれない。そうなんですよね。みんな目標は誰かと付き合いたいってところに向かってるはずなのに、はい、みんなで失敗するっていうか。ですね。じゃああれ、初対面同士で行く合コンって逆に言ったらちょっとこう難しいんですか。難易度上がると思います。ああ、というのも例えば3対3と考えた場合に、まあ、図でイメージしてほしいんですけども、うん、多分3人例えば男性3人が知り合いだというところだと、例えば僕が参加者だとします、女性3人をフォーカスすればいいんですね、はい、そうではなくて男性一人一人全員知りませんと、そう実はありませんだけど、それだったら一気に5人を相手にしなきゃいけなくなる。なるほど。いわば見る人が増えてくるというところで作業量が増えてしまうんですね。そうですね、確かに余計な手間かもしれないですね。時間もありますし。そうですね、はい、そうってなると、じゃあできるだけ知ってるうちで、なんならちゃんと打ち合わせができてぐらいの、はい、うん、その人を知ってるって思えばいいです、うん、例えば佐々木さんだったら僕は、はい、頭がいい、うん、言い方をするので、はい、なんか理論中だよねとか、なんかいじれたりとかすると、あ、仲いいんだなって思われて、なんか友達になりたいという気持ちがちょっと出てくるかもしれないですね、うん、これがないと、うん、なんかそのいじっていいかもわかんないじゃないですか。確かに、はい、難しいところですね。そうなんですよ、人によって感覚が違うので、これ言ったらこう怒るとか、あるいはこう言ったら盛り上がるとかってあうんの呼吸になるんですよ。うん、そこは分かるのってフェイス2フェイスでいかに会話したかというところで、うん、そういう友達と行くのっていいんじゃないかなと思ってます。合コンするにはまず仲間を作る。今日の一言。いいですね。じゃあメモしておきます。男ですね。はい。はい。そんな経験ある。僕も初対面、自分以外、あと主催者と自分しか知らなくて、はい、あと、まあ、5人、さっき言ったように、知らない、ね、4人ですね。男1人、女4人全員知らない、はい、状況もよくあったし。はい、なんならその主催者とも3回目もう全部合コンでみたいな、はい、って時ってなんかこう難しいっちゃ難しいですね、うんうん、で結局男とはその場で仲良くなれるんですけど、女の子は割とほったらかしちゃうパターンもあったり。そうなんですよね。
人間労力限られてるので、どっちかに振っちゃうんですよね。うん、結構こう女性を置いてきぼりにしてるなって感覚が味わった時に、女性の方に話振りたいんですけど、はい、ちょっとお酒のペースが早いその初対面の人がめっちゃ俺に絡んできたりすると、はい、こっちにも触れないし、うん、なんかこう冷めた感じが伝わってくると、あーなるほどなるほど、ここからの挽回が難しいなだったり一度冷めるとちょっと厳しくなってきますね。そうですね、空気大事ですね、はい、空気なんか僕のイメージなんですけども、例えば営業職だったとしますと、その人だったら基本的に相手に売ってなんか売り上げを立てることって非常に、まあ、重要な目的なんですけども、うん、それをなんか第一出しすぎちゃう人って多いと思うんですよ。なるほど、買ってください買ってくださいってピコピコ営業、うん、に近いことが現役で合コンに行われてると思ってて、だからこそ言ってしまえば合コンに知らないメンツを集めるとか、それ連携されていないっていうのは、いわば3人とか5人って言われる人数を合わせることで精一杯、うん、本来ならばどのメンツで行ったら会話が盛り上がろうとか、そこまでフォーカスしてやるべきなのにもかかわらず、あそこで精一杯になって、とりあえず数揃ったらいいでしょといったところで、うん、そこから叩こうとしてるんですけど、すでに戦いそれる前に決まってたの。サッカーみたいですね。そうです、スポーツの考え方です、うん、あのこの相手だったらこういう戦略でいくっていう、こっちも楽しませるっていうのは、はい、宿命、まあ、使命というか、そうなんですね、やるべきことなんで。そう、あの孫子が言ってたんですけど、古代中国の敵を知り己を知れば百戦あやがると、はい、言ったところで、敵を己を知れば敵はないぞと、はい、そう、基本的に負けることはないと言ってた名言がありまして、はい、まさか僕も仕事でその発言家の話とかマーケティングでよく勉強したんですけど、はい、まあ、敵を知り合い競合他社を知って、はい、自分の会社の強みを知ればあの戦えるよって、はい、それが合コンにも同じことが言える。あ、そうですね、あの物事って全部つながってるので、うん、あの切り分けて考えない方がいいと思いますね。あ、これはこれ、あれはあれじゃなくて、そうですね、割とあの軸は同じだ、全て全部一緒、統一して考えるんですね。ちょっと話ずれるんですけども、はいはいはい、例えば役に立つなんとかって言葉あるじゃないですか、数学が役に立つかとか、何もですか、歴史を学ぶことが役に立つかってあるんですけども、あれって不思議と1対1対応で役に立つかって気になってるんですよ。それが直接金に結びつくかって、うん、いう発想だから基本的に結びつかないって発想になるんですね。そうではなくて、それを応用したらどうなるかと、例え話で使ったらどうなるかっていうと全部役に立つんですね。あの話の秘訣とすれば応用するかどうかという話で、うん、それをなんか合コンとかそういうのにもいけんじゃないかなと僕も考えてます。応用をいかにするかとか、そういう応用ですね、はい。じゃあ仕事のことが割とじゃあ恋愛にも同じことが言えたりするっていうのが、はい、面白いこと伺えたんで、そんな話も聞きたいですね。やっぱ女性の気持ちっていうのの理解、僕女性の気持ちの理解なのも聞きたいんですけど、はい、どういうデータを出したらいいのか、なんかありますか。あ、なんかういう行動、例えば僕だったら何ですかね、ある女性と話してた時に、私はなんか他の女の子と違って女してないと、だからこそサバサバしていると、だからこそ男性にとって喋りやすいといったところで、僕にとってそういうことはなんか何言ってんだって感じなんですけど、なるほどとまず受け止めて、であるならばあの女性扱いとかってされたいのされたくないのにされたいといったところで、なんだろうなと思って結局のところ女してる女の子もサバサバしてるっていうところが男っぽさを言っても、どっちにしてるなんか男にとって喋りやすいとか男にとって可愛いっていう点で男性に対する振る舞い方なんだなって気づいて、あーなるほど、はい、ある種のなんか見せ方、マーケティング戦略だと思ってて、そう、僕にとってもともとサバサバしてるとか女の子してるとか何言ってんだって感じですけど、そうやって考えてんだなって、ああ考えてるんですね。じゃあっていうところで、なんか一つのなんか表面を見るだけじゃなくて、どちらも男性に対して自分はより優れた女だと、うん、
いうことを表現するためになんか女女するのが男っぽいよっていうのがやるのかなって考えてます。面白いです。よく言いますね、あの私サバサバしてるんだってよく言われるとかいう女、はい、なんか そんなそうですかって感じですけど、いろんな多分女性像があると思うんですけど、今日あのこの放送はもうこれで終わりなので、はい、次の放送でまたそんなこと聞いていきたいと思うので、はい、今週の放送は一旦これで、はい、あの2週にわたってちょっとお伺いしていこうと思うので、はい、あの今週分ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。